ドッグホームチャンネル。こんにちは、ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はチワワのチップくんのシャンプーの動画になります。チップさん、よろしくね、はい、初めてのご来店なんですが、16歳というご高齢のワンちゃんです。しっかりしてるね、お耳がね、パピオンみたいに立派なの。本当だ、かわいい、かわいい。でどうなるかわかんないんで、さっとやってさっとお返ししたいと思います。よろしくお願いします。そう、かわいいので、今日は、ご高齢のワンちゃんなので、万が一があるといけないんで紐付けます。はい、シンクを飛び出すことはまずないと思うんだけど、テーブルから飛び降りちゃったりとか、多分ね、あんまり視力も良くないと思うから、そうだね、それで足踏み外したりして困るから、で、あと、飼い主さんにご見学をお願いしてます。はい、カメラはそちらに向けないようにお願いします。なんか聞きたいことあったらバシバシ言ってきてください。キップくん、本当聞こえないのかな、あんま聞こえてないんじゃないかな、ね、鼻は生きててましたね。この間ものすごいガッツリ食べたから。そうなんだ。よいしょ、じゃあ始めます。よろしくね。立てるかな、立てられるかな、うん、様子見ながら、うん、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさいね、この辺絞らせてください。あ、でもすごい若い子と同じ反応が全部本当出てますね。勝手にやってるじゃなくて、うん、なんだなんだって感じだね。そうそうそう、本人何してるの、シャンプーですか。ただ目線を合わせてくれません。まあよくわかんないからね、どこに何があるかが多分わかってないから。お湯の匂いとシャンプーの匂いで何かされるっていうのはなんとなくは想像がついてそうな気がするけど、うん、やっぱり高齢犬だとね、早めに終わらせてあげる感じです。そう、子犬と、子犬と老犬をね、ちょっとやってね、早く帰っていただいて、お家でゆっくりするのが一番いい。よしよし、かわいいね、すごくかわいい。よしよし、耳はずっとなんですよ。生まれた時からみたいな。そうですね。そうですね。なんか立派。ちょっとここに、そうですね、ついてるの気になっちゃいますね。ちょっとね、こびりついてるのがね、気になってるんでね。ふやかして後でしょうね。なんだろう、老犬のすごいとこ。緊張のブルブルとかそういうのが。全身で緊張してるよ。してもう体硬いから。そっか、そういうことか。うん、そうそう、ほら。本当だ、ほら、キュッてなっちゃう。どんとこいじゃないんだ。どんとこいじゃないの、緊張なんだね。そう、緊張なんだ。だからね、気の毒だからね、また古びたスポンジを用意しておこう。よいしょよいしょ。で、ロングコートチワワって普通のスムースコートって、あの毛のツルツルしたチワワにパピオンとかそういった類似犬種かけて作られた犬種なんですよ。そうなんです。だから先祖返りみたいな感じで、こうやって耳の毛が立派な子が出たりとか。本当だって耳だけ見たらパピオンですもんね。うん、あ、そうですよね、耳の後ろできやすいと思うんで。確かに。お顔はあんま得意じゃない。お顔得意じゃなかったら古びたスポンジだよ。よしよしよし、はい、よし、いい子だね。あの、かけられるのは嫌だけど、こうやって撫でられるのは大概の犬は許してくれるから。うん、ふんか、そうかそうか、お耳洗わせてくれるかな、お耳の中洗わせてくれるかな。嫌だね、嫌ですよね、嫌ですよね、やられたことない。よいしょよいしょ。ワンちゃん飼うのはこの子が初めてですか。そうですね。あ、そうなんですね。あ、でもしっとりし始める。振るよ、そろそろ振るよ。うん、振ると思うよ。そうだよね。そうですよね、耳に入れば振りますよね。ついでにお尻振ったの。かわいい。すべてがかわいい。よしよし。
あとはね、体力がどんだけあるかとか。そうだね。あと痛いとかとかね。うん。出てなくてもいいからね。うお。どこまで振りますか。大丈夫ですか。もう利口だね。いい子だね。ちょっとお尻どうなったかちょっと見てさせてもらおうかな。冷やしてた。これじゃ。うん、もうちょっとで取れるな。頑張ってください。今回頑張ってください。どっかに隠れようっていう感じかな。うん、あと隅っことかこういう壁とかに体がついてると安定したりするから落ち着いたりするんですか。あ、取れた取れた。綺麗に取れましたよ。よかったよかった。よいしょ。よいしょよいしょ。リコさん。なるほど。あとは慣れてくれればね。うん。そこね。そこが一番大変かもしれない。振ろうとしましたね、今。うん。うん、そうそう、座っちゃうのが一番いいかも。お利口。お利口だなぁ。いい子だなぁ。起点がすごいね。あ、違います、ただに。よろっちゃったんだよね。そっか。うん、そうすると安定するから、その方が、私も。こっち。はい、お耳。よしよしよし。うん、でも素早い。さすが。うん、振りたいよね。振りたいよね。気持ちわかる。ここ終わったら振っていいから。うん。うん、そうだね。やだよね。はい、お疲れ様でございました。すっきりですか、さっぱりですか、大丈夫ですか。でもすっきりしたね。不旬ですよね。不旬だったんだ。かわいい。かわいい。はいはい。うん。危ない危ない危ない。落ち着いてください。鼻に、うん、耳の汚れが小指の先ぐらいの塊のが2つぐらい出ました。あ、全然いいです。これですっきりしたと思います。そうですね。顔周りはやったことないです。あ、そうなんですね。ええ、そうですね。基本的に耳付近とか、多分チップ君だと耳のこの飾り毛とかあたりにもう水がついたらブルブルしたくなっちゃうんでしょうね、雰囲気的に。そうだね。うん、そうだね。ごめんね、早く上がりたいよね。もう終わるからね。もう終わる、もう終わる。ね、これで水取った方がね、早く乾く。かっこいいな。ダンスみたいな。よいしょ。はい、捕獲。はい、うん、お疲れ様でした。そうだよね、やだよね、うん、早く帰りたいよ。ママいるでしょ。置いてるのかな。そうなのかな。ただいま散歩。人がいっぱいいて、そう、人がいっぱいいて、ウハウハだから。うん、そうかそうか。お家でも洗った時こうやって泣きますよ。最初は静かなんだけど、後半から泣き出して、ドライヤーになるとなんか急に走って、割とそこ走れない感じだし、ドライヤーやるとすごい急にクルクルクル周りと。あれですか、掃除機をかけた時とかはそんな、あ、全然自分にかかるのもいいんですよ。ちょっと若かった時はどれやっても、なんか自分からこうスリスリして、タオルとかにお尻つけたりとかしてくれてたんだけど、年取ってくるドライヤーをやるとなんか周りだ、周りだって、なんだろう、しばらく落ち着いてから
車の中に入れて、落ち着いてからドライヤーしないと。じゃあじわじわ風量を上げていこうか、先輩。そうですね。走り回りたい、走りたい、動きたい。この手が嫌なのかな。それかドライヤーの音に反応する。はいよ。チャンネル登録よろしくね。